画ですけど。これが一番最初の平成5年から13年まで。普通に真上から見た形でやったら手前が大きすぎて太ったモナリザって言われて、それで一年発起して遠近法を取り入れたのがその次の年からなんですって。ここは後から増えた展望デッキ で、今はここから見る角度に合わせて作られてる。おお、色がすごい出てる。カメラが倒れてる。暑いのか。もう入ってる。あそこにも誤ってる。エアコンガンガンにしてもプレハブでは追いつきません。トマトも作ってる。あと稲川手村、そういえばイチゴも作ってる。道の駅プロレスも今日、今日です、ね、今日だ。庄内の事業もやってるんですけど、はい、全部こう一括で、そうなんですね、管理できるんで。すごいですね。一番こうこれで入れられるんですか。でこの辺が全部こう無効して種が飾ってこう。あ、本当だ、すごい香りがする。もう何番にもお勝ちがくるんですよ。前の日にシンクロを重ねていって。